作り方は次の通り、かい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 、まずは砂抜きして、鷹の爪とニンニクを炒めて、あさりと酒を入れたなら、蓋をして口が開くの待ちます。私の好きなあさりの酒蒸しをあなたと一緒に今日は食べたいの。仕上げにお醤油とバターを溶かして、小ネギ散らして出来上がり。残り汁もご飯にかけて、いただきます。